いこんにちは。ということで、釘を16本作りました。今回はこの釘で、ちょっとした問題を皆さんに出してみます。昔、探偵ナイトスクープという番組で出されていた問題なので、知っている方もたくさんいるかもしれませんがね。では行こう。はい、じゃあ問題。この16本の釘のうち、1本だけ木に打ち付けます。そして、残った15本の釘を、打ち付けた釘の上に乗せるには、どうすればよいでしょう？道具を使ったり、残った釘が下の木に触れてたりしてはいけません。では考えてみてください。5秒待ちます。5秒でわからなかった方は、ここで一時停止して、釘は一般的なものです。木に打ち付けるときはできるだけ垂直が良いですね。物理エンジン上が正確だったら、こんな風に完全に真上に立てていけば可能かもしれませんね。やっておきましょう。できました。これでシミュレーションをスタートしてみます。スタート。ピクリとも動かず、成功しています。でもこういう感じの答えは、現実的には不可能に等しいのでダメですね。こんなのが正解だったら、問題を出された人が怒ってしまいます。じゃあどうすれば正解なのか。こうするんです。見ればわかりますね。釘の頭の部分が引っかかって、下の釘を持ち上げても落ちない仕組みです。では実際にやってみましょう。下の釘をゆっくりと持ち上げてみます。いい感じに持ち上がりました。上の釘に引っかかって、横の釘は落ちません。木に打ち付けた釘の上まで持ち上げてっと。こっちは7本で、こっちは6本なので、少しバランスが悪いですがよしとしましょう。では、この下に打ち付けた釘を持っていって、乗せてみます。物理的には、こうすることで、支点よりも下に重心が行き、バランスが取りやすくなります。やじろべえがバランスを取るのと同じですね。よし、乗せてみます。失敗。もう一回挑戦します。今度は成功しましたね。こんな感じに載せるのが、この問題の正解でした。上の釘を外すともちろん崩れますね。物理エンジン上でも再現できたので、次は現実でやってみましょう。はい、じゃあ釘を買ってきたんで、実際にやってみたいと思います。1本打ち付けると。で、さっきみたいに、よし。これで片方が7本。こっち7本、こっち6本になったんで、これで、ここに乗せる。よし、乗った。できました。これが、この問題の正解なんで、じゃあ家に行ってね、暇な人は親とか兄弟にこの問題出してみてください。じゃあ、お疲れ様です。